皆さんこんにちは。私は今オーストラリアのヘイマーアイランドに来ています。ハミルトン島から船で1時間ほど、世界遺産グレートバリアリーフの中心に位置して、美しいサンゴ礁と豊かな自然にあふれた魅力あふれるこの島からお届けします。今回は太陽礼拝をベースに、足の柔軟性とバランス感覚を鍛えるフローです。チャレンジポーズも交えているので、無理のない範囲でトライしてみてください。夕暮れ時の静かなビーチで、柔らかな海風や心地よい波の音を感じながら、呼吸に合わせて大きく体を動かしてみましょう。はい、それでは始めていきましょう。マットとお水の準備はいいですか？今日マットの上でどんな風に動いていきたいか、マットを降りた時にどんな自分でありたいか、少しイメージしながら臨んでいきましょう。まずはマットの前方にお立ちください。両足を揃えて、両手胸の前で合掌、吸いながら両手空に向かって高く持ち上げてマウンテンポーズ。吐いて深い前屈ウッダーナーサナ、吸ってハーフウェイリフト、視線を上げて、吐いてもう一度深い前屈。そのまま左足を大きく後ろにステップバックして、つま先少し内側に向けて、足の裏べったりマットを捉えます。吸いながら両手でマットを押して、両手高く空に持ち上げて、上半身を起こしてウォーリアー1。膝の真下に足首があることを意識しながら、吐いて体を左に開いてウォーリアー2。視線は右手指先、吸ってリバースウォーリアー、右手頭の向こうでハイファイブするように右の体側伸ばして、吐いて右手右足に乗せて、左手頭の向こう、左の足先から左手の指先までを一直線に伸ばしていきましょう。エクステンドサイドアングル、吸って左手くるっと回して、同時に右の膝を伸ばし、左手であばらを開いて、そのまま高く空に向かって持ち上げて、トリコナーサナ三角のポーズ。吐いて両手頭の向こうに遠く伸ばして、上半身の重みを感じながら支えていきます。次の吸う息、上半身マットに向けながら、左手マットに下ろし、胸を開いて、右手高く空に持ち上げて、ツイスティッドトリコナーサナ、視線は右手指先。吐きながら両手マットに下ろし、体重移動、右足に体重を乗せ、左足マットから浮かせ、お尻から一直線のところでキープ。吸って胸を開いて、左手高く空に持ち上げて、ハーフムーンポーズ。吐いて左の膝曲げて、左手で足先をキャッチ、掴めたら高く持ち上げて、ももの前側に呼吸を送って、ハーフムーンのバリエーション。リリースして両手をマットに下ろし、左足膝曲げて胸に引き寄せて、吐いて左足もう一度お尻の高さでキープ、スイッチしていきましょう。吸いながら胸を開いて、右手高く空に持ち上げて、ツイスティとハーフムーンポーズ。左の膝曲げて、右手で足の甲をキャッチ、掴めたらできる限り高く持ち上げて、ももの前側に呼吸を送って、ハーフムーンのバリエーション、シュガーケンポーズ。ナイス。手足を解放し、両手マットに下ろします。吐く息、頭をマットに近づけて、お腹と太もも寄せて前屈、同時に左足を思いっきり空に向かって振り上げて、スタンディングスプリット。吸って視線を上げて、左の膝曲げて胸に引き寄せて、吐く息ステップバック、左足右足をマットの後ろに下ろしてプランク。吸う息、体を前にスライドして、吐いてチャタランカ。吸ってアップドッグ、胸を開いて視線を上げて耳肩引き離します。吐いて両手でマットを押して、お尻高く空に持ち上げて、ダウンワードフェイシングドッグ。一呼吸、吸って吐いて、吸いながらステップ4、ジャンプインで視線を上げてハーフウェイリフト。吐いて深い前屈ダナーサナ、吸いながら両手空に向かって高く持ち上げてマウンテンポーズ。吐いて両手胸の前で合掌、反対側行きましょう。吸いながら両手高く空に持ち上げて、吐いて深い前屈、吸ってハーフウェイリフト、視線を上げて、吐いてもう一度深い前屈。そのまま右足を大きく後ろにステップバックして、つま先少し内側に向けて、足の裏べったりマットを捉えたら、吸う息、両手でマットを押して、上半身を起こし、両手高く空に持ち上げてウォーリアー1。吐きながら体を右に開いて、視線は左手指先ウォーリアー2。
吸ってリバースフォーリア、左手頭の向こうでハイファイブするように左の体側気持ちよく伸ばし、吐きながら左手左足に乗せて右手頭の向こうに遠く伸ばし、直線のエネルギーを感じていきます。吸いながら右手くるっと回し、同時に左の膝を伸ばして胸を開いて、右手高く空に持ち上げて、トリコナーサのトライアングルのポーズ。吐く息、両手頭の向こうに遠く伸ばして、上半身の重みをご自身で支えていきます。吸いながら体の向きを変えてスイッチしていきましょう。右手をマットに下ろし、胸を開いて左手高く空に持ち上げて、ツイステッドトリコナーサナ。吐いて左手をマットに下ろし、体重移動、左足に体重を乗せて右足そっと浮かせ、お尻の高さでキープ。安定したら左手少し前について胸を開いて、右手高く空に持ち上げてハーフムーンポーズ。体を開いていきます。吐きながら右の膝を曲げて、右手で足の甲をキャッチ、掴めたら高く持ち上げて、ももの前側に呼吸を送っていきます。シュガーケンポーズ。手足をリリースしたら右手をマットに下ろし、体の向きを変えていきます。吸い気、胸を開いて左手高く空に持ち上げて、ツイスティッドハーフムーンポーズ。右足はそのままお尻の高さでキープ。膝を曲げて左手で足の甲をキャッチ、つかめたらできる限り高く持ち上げて、ももの前側伸ばしていきます。ナイス。手足をリリースして左手をマットに下ろし、吐きながらお腹と太ももを寄せるようにして前屈、同時に右足を思いっきり空に向かって振り上げてスタンディングスプリット。吸って視線を上げて右の膝胸に寄せて、吐いてステップバック、両足をマットの後ろに引いてプランク。吸って体前にスライド、吐いてチャトランカ。吸ってアップドッグ、両手でマットをして胸を開いて耳肩引き離し、視線は空に向けて、吐きながら両手でマットをグッと押してお尻高く空の方に持ち上げてダウンワードフェイスにドッグ。次の吸い息、視線は手と手の間でステップをジャンプインしてハーフウェイリフト。吐いて深い前屈、吸いながら両手高く空に持ち上げてマウンテンポーズ。吐いて両手胸の前で合掌、一呼吸、大きく息を吸って吐いて、お疲れ様でした。この後水分補給も忘れずに。それでは今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。ナマステー。